サイバーガジェットコントローラー修理アンマンと人形さん、今日のアンマンちゃんでございます。アンマンちゃんがね、お人形さんとお出かけするんだと。お出かけバッグの中にね、お人形さんを入れたみたいです。お出かけするんですか、一緒に。さあ行くかっていう感じらしいですね。あ、やめてくれと、引っ張るなと、出すなと、言っとります。あ、出ちゃったじゃーんって感じみたいです。もうってちょっとイラッとしております。というわけでこれは持っていくそうです。さあ、あんまんちゃん、どこに持っていくんでしょうか。それでは本編スタートです。さあ、どうもプニーです。こんにちは。今日はですね、この FC プロゲームコントローラーっていうのをね、直していきたいと思います。これもね、ラジオさんからのね、依頼品ですね。さあ、どんな感じなのかな、症状を見ていきましょう。ちょっとその前にね、あれやりましょうか。ラジオさんからいただいたクーナッツですね、開けてみましょう。お、キャラが出ないな。これなんだろう、これ何、14番、第4の使徒かな。わかる人教えてください。写真付きで中にね入ってるといいんだけどな、全くわかんないよな。ホームページ見ろってことかな。まあいいや、それではやっていきますね。お、こちら、これね、ビンゴ大会で当たったって言ってたんですけど、中古品っぽいよね。ああ、確かにさ、L1 がおかしいわ。もうカッチカチ。押しても凹まないもん。なるほどね。なんかおかしいよね。なんか無理やりこじ開けようとしたさ、跡があるしさ。これなんだろうな。まあ、とりあえず、やっていきましょう。さあ、まずはね、このカバーが原因なんじゃないのと、予想を立てました。なんかおかしいもんね。隙間空いてるしさ。違うかな。おかしいのはね、L1 だけみたい。なので、とりあえずこのカバー開けてみましょう。多分ね、開きそうなんだよな。無理やりね、こじ開けたような感じがあるんだよな。なので、多分、開くんじゃないかなと思うんですよね。ちょっと待ってよ。あ、これね、これカバー持ち上げたらね、動くわ。っていうことはやっぱりカバーだ。これ取れるんだ。大丈夫大丈夫。じゃあ開けていきましょう、勇気を持って。ちょっとピック使って、おお、来た。なるほどね。こういう感じだ。おお、開いた。LR、問題なく動きます。壊れてないね。LR に関しては。で、これが問題のカバーだよね。別に変なところないけどね。前の持ち主が、なんか、おかしくしたのかな。あ、わかったー。もう、カバー逆じゃん。こうだよ。絶対そうだ。
あ、ほら隙間なく入った。このロゴが下ですよ。なるほどね。おう、これで治ったんじゃないの？ほら問題なく動くじゃん。おう、いいじゃん。じゃあさ、何のためにさここ開けたんだろうっていう疑問が出てくるよね。壊れてんのかな。だから開けたのかな。そこだよね。バッテリーはね、これですね。3.7V のバッテリーがついてますね。なんか燃えたとかね、そういうことはなさそうですね。というわけで、付属品も一応確認してみるか。説明書がないんだよな。ここにあんのかな。ちょっと待って。保証書と、これはなんだ？お、なんかすごいぞ。お、キーホルダーが出てきた。かっこいいぞ、これ。いいじゃん。あ、これはいいっすね。未開封みたい。FC30 って書いてある。ファミコン30周年ってことかな。重量感もあるし、いいね。あ、これはね、大事にしてください。すごく良さそう。で、こちらのケーブルですね。これも見ていくか。こちらは、あれだよね。よいしょ。充電ケーブルだよね。あ、ちゃんと専用のロゴが入ってる。これもいいじゃん。あ、これ、商品しっかりしてるね。8000円弱ぐらいするんだよね。あ、そう考えたらいいね、これね。説明書ってないみたいだよね。ないのかな？どうすればいいんだろう。あ、ここにスイッチが2つあるわ。これが、あれだね、ペアリング用と電源かな。そんな感じっぽい。なるほどね。これ製品説明書？保証書だよね。やっぱついてないのかな。よいしょ。とりあえずね、これはしまっときましょう。で、これ入れて、これ入れて。じゃあ、ちょっととりあえず閉めるか。向き合わせてね、ちゃんとね。ああ、もうこれじゃん。しっくりきたわ。というわけで、ちょっとね、動作確認してみましょうか。これね、わかんないんだけどね。とりあえず電源ボタンを押してもね、うんともすんとも言わないんですよ。だから、とりあえず充電してみようと。お、青ランプがつく。すぐ消える。これで充電してんのかな？全くわかんないんだよね。ランプが何もつかない。とりあえず、ちょっと充電してみるか。全く何も言わない。とりあえず30分ね、ほっときました。さあ、動くかな？つかない。ダメだね。充電中はダメなの？ひょっとして。これ抜くか。あ、ついた。あ、こういうことね。充電しながらはプレイできないね、じゃあね。どうすればペアリングモードなのかな？これさ、ランプすぐ消えちゃうんだけどさ、Y ボタンと電源でいいのかな？ペアリング。これ
壊れてんじゃないかな。だから開けたんじゃないのかな。だとしたらちょっと厄介だよな。情報をお持ちの方ね、ちょっと教えてください。コメント欄になんか書いていただけると嬉しく思います。というわけで今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。いやー、これコントローラー壊れてるとしたらさ、基盤だよな。無理かな。